我が名は闇赤目くん。このチャンネルを支配する者。はい、ということで、闇赤目くん、闇赤目くんチャンネルの中の人です。まあ、サムネとタイトルで気になってる方が多いと思うので、結論から申し上げますと、耳鼻科に行ってまいりまして、そしたら喉めっちゃ炎症起こしてるよということでした。極力声張るなよと、変な声出すなよっていうのをお医者様から言われまして、簡単に言うと、マリク回が減る。で、喉の負担が少ない覇王の回が多分増える。っていうのが結論なので、時間がある方はこの先ちょっと聞いてってください。で、まずなんでそもそも病院に行ったんだよって話なんだけど、先月ぐらいかな、ライブ配信毎週とか、なんか2日おきにとかやってた時があって、で、ちょっとはしゃぎすぎちゃって声がそこで枯れちゃったんだよね。声の枯れって言っても種類があって、まあなんかこう声出す時って地声となんかこの高い声出すところっていうところが分かれてるんだけど、感覚的には。その地声の高い部分が枯れちゃったんだよね。分かりやすく言うと、相棒の声とか10代の高いところの声がそうなんだけど、まあもう低い声の方が出すの楽で、でも闇遊戯もなんか声張るし、喉に負担かかるしみたいなところがあって、でそこでも低い声でこう出しやすいのがマリクだったから、マリク界が大爆増したのね。一時期どんだけマリクやるんだよってぐらいマリク界あったでしょ。あれがそう、いやマリクそんな低い声じゃないじゃんって思う人もいると思うんだけど、なんか意識的に言うとちょっとこの高い部分裏声みたいなのを張って出して、はぁはぁはぁみたいな、でそこでこう声帯を締めるとマリクの声っぽくなるんだけど、はぁあぁみたいなね。でまあマリク出しやすいやんと思ってやってたんだけど、全然元の声に戻らないぞと、なんなら悪化してるぞっていうことで、そもそも借りてる声で出しやすい声に加えて、痛めてる喉の声帯を締めたらそれ悪影響だよねっていうのを後々気づいて、もう声張らずに低い声のままできるキャラいないかなと思って、そんないないよなと思いながらやってたんだけど、そこで、あ、覇王10代単体で出せばいいじゃんっていうことに気づいて、覇王界がね誕生したんだけど、まあもともと10代はもう元からめっちゃ好きなキャラで、ただ動画にするにはちょっとボケが弱いかなっていうところがあったんだけど、覇王なら全然ボケても違和感というか面白いなっていうのがあって、違和感はあるけどね。で無事覇王が独立して動画に出ることになったんだけど、数日経っても喉確かにちょっと良くなってきてるけど、なんか治らんなと思って、もう地声の高い部分出そうとするとガラガラガラってなって出なかったんだけど、いや一生このまま治らないのは嫌だなと思って、もう耳鼻科に駆け込みまして、先生すいません喉声がね使いすぎちゃって出ないんですよって相談して、ほんなら直接声帯見るわっつって、先生がもう鼻から内視鏡をベスーってぶち込まれて、もうインフルエンザの検査とかで鼻にさえ入れるじゃん棒を、もうあれをね30秒から1分ぐらい喉のところまで行かれるっていう、写真バシャバシャバシャって撮って、もう俺はううううってなってんだけどはい、もうちょっと我慢してくださいねとか言って、結構長かったんだよね。もうあんなマリクだったら闇人格生まれてたぞってぐらいだったんだけど、まあ無事生体の写真を撮影していただきまして、で内視鏡スポーンって抜いたら、もう全然何も違和感もそんなに残らなくて、多分先生めちゃくちゃ上手い方だったんだけど、そしたらねポリープはできてないです。ポリープって結構喉にできたら手術しないといけないぐらいのやつなんだけど、それはできてなくて、でもめっちゃ喉炎症を起こしてて、それが残ってますっていう風に言われて、で声大声で喋ったりとか、喉に負担がかかることは2週間ぐらいは抑えてくださいねって言われて、まあそうだよなと思って、であと奇妙な声なんかもね出さないようにねって言われて、いやマリクのことって思って、なんか見透かされてるようで怖かったんだけど、でまあそういう忠告とお薬をこう出していただいたんですけど、まあ、どうしても声出さなきゃいけない時もあるだろうから気をつけてねっていう風に言われて、でまあ完全に喋っちゃいけないよっていうことじゃなかったので、動画は続けられるんだけど、マリクのメイン回とマリクが喋り続けるサブチャンネルとか解説動画は作れない。でこれを機にね、覇王10代の動画を増やしていこうかなと思っている所存でございます。いや本当にやりたかった。10代はもうマジで人気もチャンネルの中で結構ある方だし、何よりも俺が GX 好きでね、ヒーローのデッキも好きだから使いたかったんだけど、まあ10代にボケさせると10代まあ最悪そういうこと言うそうだよなみたいな。基本的に動画作るときはその本家のキャラが言いそうな言い回しを絶対に本人が言わない感じで言うのを大事にしてるから、ショーツもねそんなに10代で作れなかったんだけど、いや覇王ならいけるぞと、俺が一番出しやすい子はもう10代だし、覇王10代なんかそんなにもう技名と融合召喚するときぐらいしか声張らないから、これいいなと思って、まあなのでこれからはちょっと覇王の回が増えるかなというところですね。で投稿頻度も落とすつもりはないので、まあ、そこは心配いただかなくて大丈夫かなと思います。であともし見てる人の中に喉の調子悪い人いたらね、絶対行った方がいい耳鼻科。内視鏡ズバーンってやられるけど、お薬マジすごいから、もう今まで1週間かけて治ってたんじゃないかっていうぐらいを、もう半日で
直しました。お薬がすごい本当に、まあ、病院の先生とか専門家の人にね相談するのはマジいいことだと思うので、俺もちょっと行くの怖いところはあったんだけど、マジ行ったらもう絶対に後悔しないから、もう喉の不調の人はねぜひ行ってください。まあ何の話なんだよって感じだけど、もうこれからちゃんと直してウェイクアップユーハートのフルバージョンとかね、いろいろやりたいこともあるし、この先長く活動続けていくためにも喉は絶対に壊せないから、人気のあったマリック会だけどちょっと一旦ねお休みが入りますよという報告動画でした。マリックの声を出すこと自体が悪いんじゃなくて、喉がやられてる時にマリックの声ばっかり出してたのが良くなかったっていうことなので、これからもマリックはいっぱい出ます。マリックファンの方も安心してくれよな。俺様はちょっと休ませてもらうぜ。ツッコミはするけどな。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ねん、チャンネル登録高評価しろ。口が悪い。